酒器に組まれた日本酒、酒好き、お言い口、ます。一号とっくり、お言口、酒の魚。日本酒、または和酒は、通常は米と麹と水を主な原料とする聖酒を指す。日本特有の製法で醸造された酒で醸造酒に分類される。日本古語,語では酒、仏教僧侶の因語で、半夜湯、江戸時代には、吉貝水という別称もあった。 現代では若者にポン酒と呼ばれることもある。日本では種類に関しては酒税法が包括的な法律となっている。同法において、聖酒とは次の要件を満たした種類でアルコール分が22度未満のものを言う。米、米麹、水及び清酒かすその他精霊で定める物品を原料として発行させて、こしたもの聖酒に清酒かすを加えて、 こしたものなお、日本酒に類似する種類として、その香味、敷卓その他の成長が、清酒に類似する。一般的な日本酒のアルコール度数は15から16%。女性や若者など、軽い酒を好む消費者や、輸出を含めた洋酒との競争に対応するため、アルコール度数がビールよりやや高い程度の6から8%台や、ワインと同程度の低アルコール日本酒も、 毎次開発、販売されている。発泡日本酒では5%という製品もある。逆に、清酒と類似の原材料、製法で、酒税法上の定義より高いアルコール度数の酒を製造することも技術的には可能である。エチゴ侍のように、清酒の製法で製造されながら、アルコール度数が46度に達する酒も存在する。普通酒、編集普通酒とは、 工実の特定名称種以外の清酒である。一般に流通している大部分の日本酒は普通酒に分類される。米、米麹、水のほ他、清酒かす、精霊で定める物品を原料として製造される。この物品には、醸造アルコール、焼酎、葡萄糖その他の糖類、有機酸、アミノ酸塩、または、清酒がある。これらの副原料は、その重量が米、 米麹の重量を超えない範囲という条件付きで使用を認められている。3倍増上製酒、またはそれをブレンドした酒は2006年の酒税法改正で製酒の範疇には含まれなくなった。合成製酒は元より製酒ではないので、普通酒ではない。製法や品質が特定名称酒に相当する日本酒であっても特定名称を表示せず、普通酒として販売する場合もある。 特定名称種、編集聖種の要件を満たしたもののうち、原料や製法が一定の基準を満たすものは、国税庁告示に定められた。特定の名称を容器または、包装に表示することができる。特定名称を表示した聖種を特定名称種という。特定名称種は、農産物検査法に基づく、米国検査により3等以上に格付けされた玄米。 またはこれに相当する玄米を精米した白米を用い、麹米の使用割合が15%以上のものに限られる。特定名称種の表示は当該特定名称によることとされ、これと類似する用語または特定名称に合わせて、極上、有料、高級等の品質が優れている印象を与える用語は用いることができない。 ただし、特定名称の製種を含めて、自社の製品のランク付けとしてのみであれば、表示することができる。特定名称種は、原料や精米部合により、本醸造種、純米種、銀醸種に分類される。本醸造種、本醸造種とは、精米部合70%以下の白米、米麹、醸造アルコール及び、水を原料として製造した清種で、 香味及び色卓が良好なものに用いることができる名称である。使用する白米の重量の10%未満の量に、限り醸造アルコールを添加することができる。特別本醸造酒特別本醸造酒とは、本醸造酒のうち、香味及び色卓が特に良好であり、かつ、その旨を使用原材料、製造方法その他の客観的事項をもって、当該製酒の容器または、 包装に説明表示するものに用いることができる名称である。純米酒純米酒とは、白米、米麹及び水のみを原料として製造した製酒で、香味及び色卓が良好なものに用いることができる名称である。ただし、その白米は他の特定名称種と同様3等以上に格付けた玄米またはこれに相当する玄米を使用し、さらに米麹の総重量は、 白米の総重量に対して15%以上必要である。特別純米種特別純米種とは純米種のうち、香味及び食宅が特に良好であり、かつ、その旨を使用原材料、製造方法その他の客観的事項をもって、当該生種の容器または包装に説明表示するものに用いることができる名称である。純米種は、 特定名称種の中でも銀醸系の酒や本醸造種に比べて濃厚な味わいがあり、蔵ごとの個性が強いと言われる。1991年に日本酒級別制度が廃止されて以降、2003年12月31日までの間は純米酒の品位を一定以上に保つため、精米部合が70%以下のものと法的に規制されていた。 当時は精米部合が低いほど高級種であるという通念があったからである。しかし、近年の規制緩和の一環として、この規定は2004年1月1日に削除され、米だけで作ってあれば、たとえ食用米並みの精米部合であっても、純米種の名称を認めることとなった。この改正に関しては、評価は消費者の選択に任せるべきで、消費者の権利拡大であると賛成する立場と、 酒造技術の低下を招くものと批判する立場がある。この規制緩和によって、醸造アルコール無添加でも、米粉などを使用していたために、純米酒を名乗れなかった銘柄が、数多く格上げされるのではないかという疑念があったが、実際には先日のように、工事部合15%以上、規格米使用といった制約があり、工事部合15%未満の酒や規格外米、くず米、 米粉を使用した酒は純米酒を称することはできない。一方で蒸気の条件を満たした上で、かつて普通酒にも用いられなかったような高い精米部合にあえてすることで独特の酒質を引き出す低生白酒などの新しい純米酒の開発も進んだ。銀城酒銀城酒とは精米部合60%以下の白米、米麹および水、 またはこれらと醸造アルコールを原料とし、銀杖作りによって製造した製種で、固有の香味及び色卓が良好なものに用いることができる名称である。低温で長時間かけて発酵させて作られ、銀杖香と呼ばれるリンゴやバナナ、メロンを思わせる華やかな後期成分を特徴とする。銀杖作りでは、諸見を絞る直前に醸造アルコールを添加することで、方向成分を 酒かす側から日本酒側に移行させることができる。なお、添加できる醸造アルコールの量は、白米の重量の10%未満と定められている。純米銀醸酒純米銀醸酒とは、銀醸酒のうち、醸造アルコールを添加せず、米、米麹及び水のみを原料として製造したものに、特に用いることができる名称である。一般に醸造アルコールを添加した。 銀醸酒に比べて香りは穏やかになり味は厚みのあるものとなる。本記事を含めて一般に銀醸系と表現する場合は銀醸酒、純米銀醸酒、大銀醸酒、純米大銀醸酒などの酒を総称している。もともとは官評会向けの特に銀味酒で醸した酒を意味した。1920年代から開発に着手され、1930年代の 精米技術の向上。1950年代以降の金城酒製造により適した酵母の販布、1970年代の温度管理技術と工事及び酵母の選抜育種技術の進歩に促されて品質が向上するとともに、やがて一般市場に出回るだけの生産量が確保できるようになった。金城系の酒が、 日本国内の市場に流通するようになったのは1980年代以降であり、2000年代以降では日本国外でも日本食ブームに伴って需要が高まっている。大銀城種大銀城種とは銀城種のうち精米部合50%以下の白米を原料として製造し、固有の香味及び食宅が特に良好なものに用いることができる名称である。銀より、 さらに徹底して低温長期発酵する。最後に銀錠鉱を引き出すために少量の醸造アルコールを添加する。添加できる醸造アルコールの量は銀錠酒と同じく白米の重量の10%未満である。純米大銀錠酒純米大銀錠酒とは大銀錠酒のうち醸造アルコールを添加せず米、米麹及び水のみを原料として製造したものに 特に用いることができる名称である。一般に醸造アルコールを添加した大銀醸酒に比べて穏やかな香りで味わい深いの誕生。特定名称以外にも特徴的な原料や製法によって様々な分類があるが、これらは国税庁の国事によるものと酒造メーカーや業界団体によって伝統的、慣用的に用いられるものがある。前者は 特定名称といくつかの記載事項、任意記載事項、記載禁止事項を定めている。後者は、付加価値を高めるための、前者において定義されていない多様な分類が見られるが、同意の分類でも、地方や世代などによって異なる用語が用いられることがあり、統一されていない。特選、乗船、河川といった故障も、酒造メーカー独自のランク付けとして一部で使われている、ものである。 特定名称の使用が定められる以前は、特級、一級、二級という級別制度が存在した。一杯の日本酒たる酒任意記載事項、編集国税庁の製酒の製法品質表示基準による任意記載事項は以下の通り、原料米の品種名酒造公的米など、特定の品種を原料米の50%以上使用した場合、品種名とその使用割合を表示できる。 生酒の産地名単一の産地で製造された場合、産地名を表示できる。貯蔵年数1年以上貯蔵、熟成された生酒には、貯蔵年数を表示できる。酒造メーカーによっては、1年以上経た酒に、古酒、古語酒、大古,古酒、熟成酒、熟成古酒、秘蔵酒などの名称を関して販売することがある。年数と用語に関する統一された基準はないが、酒蔵や、 主販店で組織する長期熟成酒研究会によれば3年以上寝かせた酒を指すことが多い。原酒状焦げ後、割り水もしくは加水調整をしない成酒。木酒生製後、加熱処理を一度もしない成酒。酵母などの微生物や酵素が残っており、品質が変化しやすいので、鮮度には注意が必要であり、冷蔵保存する必要がある。生貯蔵酒生製後。 火入れをしないで貯蔵し、製造場から輸出する際に火入れした清酒。貯蔵期間については規定されていない。生一本単一の製造場のみで醸造した、純米酒。樽酒木製の樽で貯蔵し、木工のついた清酒。その他の表示、編集、濁り酒製、詰め酒製、貯蔵酒とは逆に、生成後、火入れをしてから貯蔵し、 製造場から輸出する際には火入れを行わない酒。冷やおろし陶器に醸造した後に春、夏の間涼しい酒蔵で貯蔵、熟成させ、気温の下がる秋に瓶詰めして出荷された聖酒ホームページ、冷やおろし参照。以下3項目は、醸造時に、絞りが施されている間の時期で分類されるが、明確な基準はない。荒橋り醸造時。 すなわち層という絞り器を使って、もろみを絞るときに、最初にほとばしるように出てくる部分の酒のこと。圧力を加えないで、最初に積まれた酒袋の重みだけで自然に出てくるもの。一般に、固形分である数が多く、アルコール度は比較的に低めで、香りも高く、切れ味が良い。中取り、中組、中垂れ上掃除、荒走りの次に、中間層として出てくる部分。 アルコールドや味は、ほどほどの中間点。味と香りのバランスが最も良い、あるいは、荒橋りより練られた味だ、とも評される。厳密には、この中取り、もしくは中組、中垂れという一つの段階の中にも、酒袋がそういっぱ杯になるまで積まれた時に、酒袋の山の自長で出てきたものと、自長に加えて、さらに圧力をかけた時に出てきたものの二段階がある。 攻め押し切り上掃除、最後に出てくる部分。特に草絞りにおいて、圧作して出てきた部分。アルコール度は高く、かなり練られた濃い味。袋釣り、袋絞り、雫絞り、首釣り上掃除、もろみを袋に詰め、袋を釣り下げて、そこから垂れてくる酒を取る方法。出品酒などの高級酒に多く用いられる。こうして取られた酒は、雫酒と呼ばれることもある。 土瓶取り、土瓶が濃い上層時、出てきた酒を土瓶単位に分け、そこから良いものを選ぶ方法。出品種等の高級種に多く用いられる。室化活性単露化による、香味調整をしない酒。濁り酒、折り絡み濁り酒は、上層の際に洗い目の布などでこして、意図的にカスを残したもの。火入れをしない場合は、瓶内部で発酵が持続し、発泡性のものになる。 折り絡みは、かす下げをしないままのもの。どちらも、かすに含まれているやうまみ、もろみ独特の濃厚な香りや味わいを楽しむために作られる。濁り酒と表示されていても、清酒にかすかなかすが漂っているものから、瓶の向こう側が見えない、ドブろク状の商品まで、濁りの度合いは幅広い。 発泡日本酒発酵や風乳による炭酸ガスの泡立ちを楽しめる発泡日本酒もあり、製造元の酒蔵が集まって2016年に泡酒協会を設立した。地理的表示国税庁の種類の地理的表示に関する表示基準を定める県により、国税庁長官の指定を受けた地域においては、その表示できるとと,ともに、産地の特徴を活かすよ原料や製法等が制限される。 また、生種の産地のうち国税庁長官が指定するものを表示する地理的表示は、当該産地以外の地域を産地とする生種について使用してはならないため、他地域で製造された生種には類似表示が禁止され、地域ブランドを保護できる。2020年現在、生種では以下の5地域が指定を受けているほか、日本国内全体を産地として保護する日本種も指定されている。 上述の通り、日本酒、またはジャパニーズ酒の表示は、地理的表示保護制度によって、日本国内において製造された製酒にのみ、認められている。日本国外で製造された製酒は、日本酒と呼称することができないほか、日本風、日本式の製法などと、ラベルや広告、店頭ポップ等に表示することもできない。外国産生酒を日本国内で販売する場合には、 原産国名及び外国産生種を使用したことの表示が必要となる。日本酒はシャーベット状に中ば凍らせたみぞれ酒から常温の日や約摂氏60度程度までの熱燗と幅広い温度帯で飲まれる。同種のアルコール飲料を同じ地域で異なる温度により味わうのが状態である例は他に中国の昇降酒などがある程度であり比較的珍しい。 悪酔い,いを防ぎ、心身の健康を保つため、食事や、柔らぎ水と呼ばれる水と一緒に飲むことを、日本酒関連団体などが推奨している。いずれの温度帯でも日本酒をそのまま飲むことが多いが、厚漢では、火を通した魚を浸して、味をつける骨酒、ヒレ酒の伝統もある。さらに現代では、酒好きに氷を入れるオンザロック、水割りや、お湯割りと飲み方も多様化した。 ハイボールやカクテルの素材にもなる。日本酒は魚介類の臭み消しのほか、煮物などを含めた味、香り漬けなどの調味料として調理に使用される。調理専用の料理酒も製造、販売される。日本酒の製造過程で生じる酒粕は、酒粕す常の原料になるほか、甘酒などにして飲用したり、かす漬けやかす汁などの料理に用いたりされる。日本酒の歴史を 参照2018年度における製酒の生成数量は406,064キロリットル、販売数量は488,696キロリットルである。名産地、灘があり大手酒造メーカーの集中する兵庫県、同じく、伏見のある京都府が多い。これに、新潟県、埼玉県、秋田県と続く。成人一人あたりの日本酒販売数量は、 新潟県が最も多く、東北、北陸地方の各県がこれに続く。2017年度の青春の製造業者数は1371業者で、そのうち中小企業が99.6%を占めている。蔵元が所在する地域の地方自治体にとって、日本酒は重要な地場産業の一つである。このため、東京などに出店したアンテナショップで地酒を販売したり、 宴会などでまず地元産日本酒を飲むことを進める、乾杯条例を制定したりと、様々な新工策を展開している。製酒の種類製造免許を新たに取得できるのは、既存の製酒製造者が、企業合理化を図るため新たに製造場を設置して、製酒を製造しようとする場合等に限られており、新規参入は難しい。日本酒の主な原料は、米と水と麹である。 抗議には日本酒の醸造を支える、酵母、乳酸菌などのすべてを日本酒の原料と呼ぶこともある。専門的には、抗味の調整に使われる醸造アルコール、酸味料、調味料、アミノ酸、糖類などは副原料と呼んで区別する。用途によって、麹米用と掛け米用の2種類がある。麹米には通常姉妹が使われる。かけ米には全部、または一部に、 一般米が使われるが、特定名称種の場合には酒米のみが使われることが多い。普通種は、麹米、け米ともに全て一般米で作られるのがほとんどで、ある。原料米の選び方や使い方は、かつては特定名称酒などの高級酒ともなると代表的な、酒米の山田二色一辺倒の傾向すらあったが、今日では一般米からも高い評価を得る酒が作られており、 近年は新種の開発などにより変化が著しい。米が豊作の年には米の質の関係から醸造に失敗しやすいこともある。これは豊作の年の米が比較的硬いため酵母が十分繁殖するのに時間がかかり、その間に雑菌が繁殖してしまうのだという。大正4年にはこの現象により日本各地で醸造に失敗、酒造業全体に 深刻なダメージを被ったとされている。酒米も山椒水は日本酒の80%を占める成分で品質を左右する大きな要因となる。このため灘の実や水など地域によっては特別な名称で呼ばれる場合もある。水源はほとんどが伏流水や地下水などの井戸水である。条件が良いところではこれらを水源とする水道水が使われることもあるが、 醸造所によって専用の水源を確保することが多い。都市部の醸造所などでは水質の悪化のために遠隔地から水を輸送したり良質な水源を求めて移転したりすることもある。酒造りに使われる水は酒造用水と呼ばれ仕込み水としてまた瓶、製造設備などの洗浄用水として利用される。蔵元の一部は仕込み水を商品として販売している。 東京都心に立地する東京工場像はあえて水道水を使っている。その理由としては、東京都水道局が取水する利根川、荒川水系が柔軟水で、酒づくりに不適な一部ミネラルが少ないのと、安全、衛生的で、塩素も製造工程で抜けるため支障がないことを挙げている。高度水の高度は、酒の味に影響する要素の一つである。大雑把に言えば、 軟水で作れば発酵の緩いソフトな酒、香水で作れば発酵の進んだハードな酒になる。理由は、醸造過程で香水を使用するとミネラルが酵母の働きを活発にしてアルコール発酵すなわち糖の分解が早く進み、逆に軟水を使用するとミネラルが少ないため酵母の働きが低調になり、発酵がなかなか進まないからである。江戸時代以来、奈良では、 宮水と呼ばれる香水が使用されていたが、1897年には、広島県の三浦千三郎により南水醸造法が開発された。高度の測定には、日本の日常生活ではアメリカ高度が用いられるが、醸造業界では長らくドイツ高度が用いられている。水質酒造用水に課せられている水質基準は、水道水などと比べるとはるかに厳格である。 酒蔵は使用する水を事前にそれぞれの地域の保健所、食品試験所、酒造指導機関などに送って検査を受けなくてはならない。検査は以下のような項目で行われる。日本の水は各地によって調査はあるもののほとんどが中高水であり、香味を損ねる鉄分やマンガンの含有量が少ないので醸造に適していると言える。太平洋戦争前に 満州へ渡り在留日本人のために、生種の現地生産を図るも、当地の水は、香水で醸造に適しておらず、安定して製造することは困難だった。なお、発酵の助成促進、または安全醸造のための必要最小限の塩類については、仕込み密に添加することができる。水の用途酒造りに用いられる、酒造用水は以下のように分類される。 日本酒に用いる麹は蒸した米に麹菌を振りかけて育てたものであり、米麹とも言う。これが米のデンプンを武道糖に変える糖化の働きをする。日本酒が原料とする米の主成分は多糖類であるデンプンだが、そのままでは酵母がエネルギー源として利用できないので、まず麹の働きによって分子量の小さな糖へと分解する必要がある。つまり酵母が ブドウ糖からアルコールを生成できるように、下ごしらえとして、デンプンを糖化して、ブドウ糖を生成する役割を担うのが米麹である。米麹は、麹カビが生成するデンプンの分解酵素である、アルファアミラーゼやグルコアミラーゼを含み、これらの働きによって糖化が行われる。他に、タンパク質の分解酵素も含んでおり、タンパク質を分解して生じるアミノ酸やペプチドは、 酵母の生育や完成した酒の風味に影響する。洋酒を代表するワインでは、原料である、ぶどう果汁の中に、すでにぶどう糖が含まれているので、こうした、糖化の工程がいらない単発酵文化圏となった。東洋においては、日本酒だけでなく、他の種類や味噌、みりん、醤油など多くの食品に、麹が使われ、食文化的に、副発酵文化圏、カビ文化圏などとも呼ばれる。 これは、東南アジアから東アジアにかけての中高温湿潤地帯という、気候上の特性から可能であった微生物としてのカビの効果を利用した醸造法である。東洋で使われる麹菌には様々な種類があり、焼酎には白麹、黒麹、気麹、泡盛には黒麹、小麹酒には赤麹が用いられるのが通常だが、日本酒の場合は味噌、みりん、 醤油と同じく、木工事が用いられる。ただし、木といっても実際の色は、緑や黄緑に近い。酒造会社が使う麹や酒蔵に以前から定着している微生物以外の納豆菌や雑菌などは、酒に悪影響を与える。特に納豆菌が麹前に繁殖すると、滑り麹と呼ばれるヌルヌルした納豆のような麹になる。 このため見学者らに来訪直前は納豆を食べないよう求める作り酒屋もあり、また酒造機の蔵人が納豆を食さないところもある。日本で用いられる麹は、肉眼で見る限り米粒そのままの形状をしており、三麹と呼ばれる。それに対して、中国など他の東洋諸国で用いられる麹は、餅麹と呼ばれ、原料となる米、麦など、 穀物の粉に水を加えて練り固めたものに、自然界に存在するクモのスカビやケカビの胞子が付着、繁殖してできるものである。麹の中の米のデンプンから生成されたブドウ糖は酵母によって分解され、エタノールと二酸化炭素が生成される。酵母は、新菌類に属する単細胞生物であって、原料ではないが、これが行うアルコール発酵が、 日本酒作りの過程において大きな要素であるためここに記す。多種多様な酵母の中で日本酒の醸造に用いられるものを製酒酵母といい、酒は80%以上がサッカロミセスセラビシである。何十万語の種類が自然界に広く存在しており、それぞれ異なった脂質を持っている。酵母の多様性は酒の味や香りや質を決定づける重要な鍵となる。 全近代には、麹と水を合わせる過程において、空気中に自然に存在する酵母を取り込んだり、酒蔵に住み着いた、蔵付き酵母に頼ったりするなど、その時々の運任せであった。このため、科学的再現性に欠けており、醸造される酒は、品質が安定しなかった。明治時代になると微生物学の導入によって、有用な禁酒の分離と養育が行われ、 それが配布されることによって、日本酒全体の品質の安定、向上が図られた。1911年第1回全国新酒鑑評会が開かれ、日本醸造協会が全国レベルで有用な酵母を収集するようになり、鑑評会で1位となるなど、客観的に優秀と評価された酵母を純粋培養して販布した。布されたには、日本醸造協会にちなんで、協会、 N5、N には番号が入るという名が付けられている。アルコール発酵時に二酸化炭素の泡を出す。泡あり酵母と出さない泡なし酵母に対別される。泡なし酵母は突然変異により生まれた、発酵時に泡を出さない酵母で、酒造りの過程において泡守りが不要であるなど、利点も多いために研究が進み、従来の泡あり酵母の中で有料な主株の泡、 なしンが多く作られていった。もともと日本酒には米の持つ地味な香りだけがあり、ワインのようなフルーティーな香りはなかったが、環評会向けに優れた香りを持つ酒を醸造する工夫が重ねられて、銀醸酒が誕生し、各地の蔵で銀醸作りが行われるようになった。これに大きな役割を果たしたのが協会傾向墓の中の協会7号と協会9号であった。 1980年代に銀城酒が一般層にも広く受け入れられて消費が伸びてくると、この他にも小酸性酵母、コーエステル生成酵母、リンゴ産高生酸性多酸酵母といった高い香りを出す淡梨酵母が作られ、1990年代以降は、それぞれ開発地の地名を関する静岡酵母、山形酵母、秋田酵母、福島酵母などが登場し、 銀城作りに用いられる工房も多様化していった。最近では、アルプス工房に代表される、カプロン酸エチルダ化生産性工房や、東京農業大学がナデシコベコニア、ツルバラの花から分離した花工房など、強い銀城工を引き出すものが注目を集めており、今も大手メーカーやバイオ研究所、大学などで様々な工房が作られている。 現在、境界系酵母として反布されているものの70%近くは、泡なし酵母である。一方、新たに開発された酵母によっては、銀条酵が不自然に強すぎて、酒の味を損なうなど、かえって好まれない場合もあるため、一概に香りを強く鮮やかにすることが望ましい、わけではない。乳酸は、他の雑菌が繁殖しないようにするために、特に仕込みの初期に重要である。また、 乳酸をはじめとする有機酸が酒に腰を与える。伊ての際に醸造用乳酸を加える場合と乳酸菌に乳酸を作らせる場合があり、前者を即上系、後者を肝本形と呼ぶ。正式には副原料に区分されるもの。ラベルに表示される項目ラベルに表示されない。項目日本酒はビールやワインと同じく醸造酒に分類され、原料を発酵させて、 アルコールを得る。しかし、日本酒やビールは、ワインと違い、原料に糖分を含まないため、糖化という過程が必要である。ビールの場合は、完全に爆汁を糖化させた後に発酵させるが、日本酒は糖化と発酵を並行して行う工程があることが大きな特徴である。 平行副発酵と呼ばれるこの日本酒独特の醸造方法が他の醸造酒に比べて高いアルコール度数を得ることができる要因になっている。日本酒は次の過程を経て醸造される。玄米からぬか、肺がを取り除き合わせて肺乳を削る。削られた割合は精米部合によって表される。米に含まれるタンパク質、脂肪は米粒の外側に多く存在する。 醸造の過程において、タンパク質、脂肪は雑味の原因となるため、米が砕けないよう慎重に削り落とされ、それにより洗練された味を引き出すことができる。その反面、精米部合が低くなればなるほど米の品種の個性が生かしにくくなり、発酵を促すミネラル分やビタミン類も失われるので、後の工程での高度な技術が要求されることになる。 精米の速度が速すぎると、米が熱を持って変質したり砕けたりするので、最新の注意を持って、ゆっくり行わなくてはならない。銀錠、大銀錠となると、削り込む部分が大きいだけでなく、その分対象物が小さくなって、神経も使うので、精米に要する時間は、丸2日を超えることもある。1930年頃以降は、縦型精米機の出現により、 より高度で迅速な精米作業が可能になり、ひいては後の銀城種の大量生産を可能にした。最近では、この縦型精米機をコンピュータで制御して精米している大手メーカーもある。精米後の白米、分け後の種母、で工事後の,麹の工事を次の工程で使用されるまで放置すること。精米された米は、かなりの摩擦熱を帯びている。精米部合が低く。 精米時間が長ければ長いほど、帯びる熱量も大きくなる。そのままでは次の工程へ進むには、米の質が安定していないため、袋に入れて倉庫の中でしばらく冷ますことになる。また、摩擦熱によって蒸発した水分を元に戻す。これを法令、また当時、蔵人の言葉ではからしという、しばらく、と言っても数時間単位で済む作業ではなく、 摩擦熱が放散しきって、完全に米が落ち着くまで、通常3週間から4週間はかかる。精米された米は、精米の過程で表面についたぬか、米くずを徹底的に除去される。これが千米である。普通酒を作る米などは、機械で一度に大量に千米される。他方、高級酒を作る米は、手作業でおよそ 10kg ぐらいずつ、摂氏5度前後の冷水で、 流れる水圧を利用して少しずつ洗われる。洗っている間にも米は必要な水分を吸収し始めており、第二の精米作業と言われるほどに最新の注意を払う工程である。こうして洗われた米は紳士へ回される。洗米された米は水につけられ水分を吸わされる。これを紳士という。紳士は後々蒸し上がった米にムラができないように。 米の粒全般に水分を行き渡らせるために施される工程である。水が米粒の外側から中心部の心白と呼ばれる澱粉質の多い部分へ浸透していくと米粒が文字通り透き通ってくる。米のつき方、その日の天候、気温、湿度、水温など様々な条件によって真摯に必要な時間は精緻に異なる。この時、 米にどれだけ水を吸わせるかによって出来上がりの酒の味が著しく違ってくる。米の品種や目指す樹質によって、浸止時間も数分から数時間と幅広い。精米部合が低い米ほどその違いが大きく結果を左右するので、高級種の場合はストップウォッチを使って秒単位まで厳密に浸止時間を管理する。米は 水から揚げた後もしばらく吸水し続けるので、その時間も計算に入れた上で、紳士時間は判断される。なお、出来上がりの出質のコンセプトによっては、意図的に途中で水から揚げるなど、ある一定の時間だけ米に吸水させる。これを限定吸水という、蒸気で米を蒸し蒸し米を作る。蒸し米は、麹、種母、もろみを作る、各工程で用いられる。 紳士を経た米は広げて湿度を保たせる。このまま米は水分を吸収し続ける。その後、麹の酵素が米のデンプンを分解しやすくさせるために米をふかす。この工程を正式には蒸し鏡、もしくは当時くらびと言葉で蒸しという。普通酒などでは自動蒸し埋器という機械で、高級酒などではわがまに乗せた古式という大きなせ露ろに移して、 40分から1時間ほどふかす。蒸し上がった米は、外構内なんといって、外側がパサパサとしていて、内側が柔らかいのが良いとされている。後の工程で、米の形がある程度残る硬さを保ち、また効果的に麹カビの生育を促す意味を持つ。外側が溶けていると、麹カビの定着の前に腐敗が始まる恐れがあり、また、内側に芯が残っていると、 菌糸の成長が抑えられ米で一番良質の澱粉質を含んだ部分が糖化、発酵しない可能性があるからである。なお、酒造機最後の虫が終わり、わがまから古式を外すことを古式倒しという。麹とは、蒸した米に麹菌という麹カビの胞子を振りかけて育てたもので、米の淡粉質を葡萄糖へ変える糖化の働きをする。麹作りは、正式には、生竹という。 口上製法で醸されていた、原書期の酒造りを除いて、奈良時代の初めにはすでに麹を用いた製法が、確立していたと考えられる。以来、長らく、麹造りは、酒造りの工程に占める、重要性と、味噌や醤油など、他の食品への供給需要から、酒屋業とは別個の専門職として、室町時代まで営まれてきたのだが、1444年の、 文案の工事騒動によって酒屋業の一部へと武力で吸収合併された。現在、大抵酒蔵には工事室と呼ばれる特別の部屋があり、そこで工事作りが行われている。床暖房やエアコンなどで温度は摂氏30度近く、湿度は60%に保たれている。温度が高いのはそうしないと気候時金が培養されないからであり、また湿度に関しては、 それ以上高いと、気候時期以外のカビや雑菌が繁殖してしまうからで、ある。雑菌の侵入を防ぐために入室時には、手洗いや靴の履き替えを行い、関係者以外は入れないのが普通である。それに加え、室外から雑菌が入り込まないように二重扉、密閉窓、断熱壁など、かなりの資本をかけて、念入りに作られている。よく、工事室は、 酒蔵の財産と言われる。麹の甲に詳しく述べられているように、麹からは糖化作用のためのデンプン分解酵素のほか、タンパク質分解酵素なども出ており、これらが虫米を溶かし、なおかつ脂質や酒味を決めていく。あまり酵素が出すぎると目指す酒質にならないため、米の溶け具合がちょうど良いところで止まるように麹を作る必要がある。派生込み具合それを見極めるのに着目されるのが、 米のところどころに生じる派生である。ちょうど植物が土中へ根を生やすように、麹カビが虫米の中へ菌糸を伸ばしていくことを派生込みといい、その対応を派生込み具合という。麹は派生込み具合によって突破性型、相派生型、塗り派生型、バカ派生型に分類される。突破性型は麹カビの菌糸は虫米の表面全体を覆うことなく、 派生の部分とそうでない部分がはっきり分かれており、なおかつ菌糸は虫米の内部区深くへしっかり食い込み伸びている状態。強い透過力と適度なタンパク質分解力を持つ理想的な麹となり、単霊で上品な主質に仕上がるため、一般的な傾向としては銀城種によく使われる。総派生型は麹カビの菌糸が虫米の表面全体を覆い、 内部にも深く菌糸が食い込んでいる状態。糖化力、タンパク質分解力ともに強いが、使用する量によっては、味の多い酒になりやすい。脳圧死でどっしりした酒質に仕上がるため一般に、純米酒に好んで使われる。塗り、派生型は、麹カビの菌糸は、蒸米の表面全体を覆っているが、内部には菌糸が深く食い込んでいない状態。糖化力、 タンパク質分解力ともに弱く、カスぶ合いが高く、力のない酒になりやすい。バカ派生型は、前の工程、虫の段階で、手加減を間違えたため、虫前が柔らかすぎて、表面にも内部にも菌糸が食い込みすぎ、ぐちゃぐちゃになった状態。こうなると雑菌に汚染されている危険もある。酒作りには、通常使えない。当時や蔵人の間ではよく、一工事、二、 三作りと言われる。良い工事ができれば、酒は七割できたも、同然という当時や蔵人もいるくらいで、酒作りの根本として重要視される。目指す主質によって、工事作りには、以下のような方法がある。二工事法外工事法は、主に銀城しかそれ以上の高級酒のための方法であり、工事作りに要する時間は、丸二日以上、たい五十時間で、 大方以下のような順番で作業が行われる。種切り摂取35度近くの虫米を薄く敷き詰め、古いから種麹すなわち粉状の気麹菌を振りかけていく。終わると米を大きな饅頭のように中央に集めて布で包む。切り返しし切りから8から9時間経つと気麹菌の繁殖熱により水分が蒸発しまいが固くなっているので一旦広げて、 熱を放散させた上で、再び大きな饅頭にして包む。森翌日あたりになると、気候時期の活動が、盛んになり、米の温度も上昇が著しい。そこで、大きな饅頭を溶き、麹豚、または、諸豚と呼ばれる、小さな箱に米を、約 1.5kg から 2.5kg ずつ小分けに、していき、この箱を決められたスペースに積み重ねて管理する。 麹豚に米を盛り付けることからこの工程を盛りと呼ぶ。積み替え盛りから3から4時間経つと、再び米が熱を持ってくるので、麹豚を上下に積み替えて、温度を下げる。中仕事再び熱を散らすために米を広げて、温度を下げる。しまい仕事また熱を散らすため、米を広げる。これで、米の熱を散らす作業は、終わりという意味からしまい仕事と呼ぶのだが、実際上は、 これが最後ではない。最高積み替えしまい仕事の後も米の温度はさらに上がる。温度が最高になった時に最後の温度調整のために麹豚の上下積み替えを行う。温度が最高になった時に行うので最高積み替えと言う。この後も何回か米の温度を見て適宜に積み替えをして温度を下げる作業が続く。で、麹50時間ほど経過した頃になると栗を焼いたような 香ばしい匂いがしてくる。これが、麹ができたサインとなる。こうなったら、麹室から麹を出す。箱麹法、箱麹法は、蓋麹法から、三森以降を、簡略化する手法で、麹豚の代わりに米を、約1 5ラムから3 0ラムずつ麹箱に、盛る。一枚に盛れる量が増えるため小スペース、省力化になる。床麹法、床麹法は、 麹豚蓋や麹箱を用いずに、麹床などと呼ばれる、米に、木麹を振りかける台で、米の熱を放散させて作る方法である。普通種を中心とした種質に用いられる。機械製菊法機械製菊法は、機械を用いて、麹を大量生産できる方法。手間がかからず生産コストは抑えられるが、できる種質には限界があるので、高級種には適さないとされる。 普通種を中心とした種質に用いられる。最近では若い当時の小さな蔵での少量高品質の酒用への取り組みが注目されている。人の手が入ることによる雑菌混入が引き起こす酸度の予期せぬ上昇を抑えるというメリットがあり、少ない人員でより効率的に工事の生育状況を厳密に管理できることに加え、同時にデータの収集、蓄積もできる。 今まで経験だよりで、村のある作業ではない、正確無比な狙い通りの工事が作れることから、積極的に、小規模な機械性菊器による、プレミアム、日本酒作りが行われている。酵母を増やす工程のこと。当時、蔵人言葉では、だてという。酵母には、葡萄糖をアルコールに変える働き、すなわち発酵作用があるものの、酒蔵で扱うような大量の米を発酵させる。 ためには、微生物である酵母が1匹や2匹では、全く不十分で、米の量に見合っただけの大量の酵母が必要となる。こうした状況の中で酒蔵では、アンプルに入っている、少量の有料酵母を特定の環境で大量に育てることになる。このように大量に培養されたものを主語、または、という、作業としては、まず桶と呼ばれる、高さ1メートルほどの桶もしくはタンクに、 麹と冷たい水を入れ、それらをよく混ぜる。これを水麹と呼ぶ。桶は最近では高品質のステンレス鋼など表面を放浪加工した金属製タンクが使われることが多いが、醸造機としてはあくまでも桶と呼ばれる。一方で、渋づ作りの前後の工程に使われる古式や樽を含めて木製道具を使い続けたり、復活させたりする酒蔵もある。 その後水工事に醸造用乳酸と採用すると決めた酵母を少量だけ入れる。採用する酵母は多種多様な生子酵母から作り手が目指す種質に適すると考えるものが通常は1種類だけ選ばれるが、その酵母があまりにも強い特性を持つ場合などには、それを緩和するためにもう1種類の酵母をブレンドして入れることも多い。 蒸気のものに虫米を加えると、蜂母作りの仕込みは完成する。あとは製法によって2週間から1ヶ月待つと、仕込まれた桶の中で酵母が大量に培養され、蜂母、すなわちの完成となる。蜂母作りの場所は、蜂母室もしくは錠と呼ばれ、雑菌や野生酵母が入り込まないように室温は、摂氏5度ぐらいに保たれている。しかし、麹室に比べると管理の厳重さを必要としないので、 酒蔵によっては見学者を入れてくれるところもある。守母室の中では酵母が発酵する小さな独特の音が響いている。守母作りの際にはタンクの蓋は開け放しの状態になるから空気中からタンク内にたくさんの雑菌や野生酵母が容易に入り込んでくる。そのため硝酸還元菌や乳酸菌を加え、 乳酸を生成させることによって、雑菌や野生酵母を死滅させ駆逐することが必要となる。この乳酸をどのように加えるかによって、種母作りは大きく生系と即上系の二つに分類される。木本系、編集、木本系の種母作りは、現在大きく、本と山イに分けられる。肝と肝とは、現在でも用いられる中で最も古くから続く、製法で、 乳酸菌を空気中から取り込んで乳酸を作らせ、雑菌や野生酵母を駆逐するものである。主母になるまでの所要期間は約1ヶ月。所要期間が長いのは工程が多く手間がかかるのと発酵段階も完全発酵させるからである。現在でも時間や労力がかかるので経営される傾向にあるが、成功すればしっかりとした脂質となるため、 伝統の復活のために取り組んでいる酒蔵も増えて、きている。主な工程は、以下の通り、米、麹、水を受けに投入山おろし温度管理工房添加、温度管理主母完成しかし、不増や産廃のリスクが大きかったことから明治42年に、国立醸造試験所によって、山廃が開発された。事項参照、山廃、山廃、とは、 生系に属する仕込み方の一つで、山おろし廃止の略である。この方法で醸造した酒のことを、山廃仕込みあるいは単に山廃という。大雑把に言えば、木元作りの工程から山おろしを除いたものとなるが、単に山おろしを省略したものではなく、関連する、その他の細部の作業もいろいろ異なる。山おろしとは、米と麹と水をかいで混ぜる、作業のことで、すりとも言う。 詳細は、山灰仕込み及び、肝と肝と山灰、側上の関係を、参照側上系、編集側上系は、雑菌や野生酵母による汚染を防止するために必要な乳酸を人工的に加える製法。現在作られている日本酒のほとんどは、側上系である。側上明治43年に考案された、仕込み水に醸造用の乳酸を加え、 十分に混ぜ合わせた上で、かけ米と麹を投入して行われる。麹術の高温糖化と区別するために、普通測定とも呼ばれる。所要期間は約2週間。工程は以下の通り。米、麹、水、乳酸を混ぜる酵母添加温度管理主母、完成高温糖化、主母作りの最初の段階を高温にすることで糖化を急速に進行させる方法。 甘酒の製法と同じ原理である。所要時間は約1週間。肝と計や普通速上では脂肪を摂氏10度以下まで冷却する必要があるのに対し、高温等0は摂氏20度程度まで下げられれば良いので、西日本や九州等冬場の気温が比較的高い地域での脂肪作りに向いているとされる。工程は以下の通り、お湯に米、 工事を加え、糖化乳酸を混ぜる酵母添加温度管理、主母完成その他、編集母体やニなどがある。母体母体は、米や水などの環境中から乳酸菌を取り込むという意味では、木元系に近く、主母を仕込む時点で仕込み水に乳酸が含まれているという面からは、即上系に近い。詳細は、母を、参照に詳細は、を、参照もろみ材料を回に分けて、 タンクに入れて、もろみを作り発酵させる。もろみとは、仕込みに用いるタンクの中で主語、麹、蒸し米が一体化した、白く濁って泡立ちのある粘度の高い液体のことである。もろみ作りは、単に、作りとも呼ばれる。一麹、二、三作りという時の、作りはこれを意味している。作りを行う場所を仕込み場という。作りの工程においては、麹によって、 米のデンプンが糖に変わり、同時に酵母は糖を分解し、アルコールを生成する。この同時並行的な変化が日本酒に特徴的な並行副発酵である。もろみを仕込むとき、3回に分けて蒸しと麹を加える。この仕込み方法は、断仕込みもしくは三段仕込みと呼ばれ、室町時代の記録、三木の日記にもすでに記載がある。もし、蒸しと麹と 全量、一度に混合して、発酵を開始させると、主母の酸度や酵母密度が大きく下がり、雑菌や野生酵母の繁殖でもろみ作りは失敗しやすくなる。断じ込みは、発酵環境を安定させ雑菌の繁殖を防ぎつつ、酵母を増殖させ、その状態を保ちつつ、酵母のアルコール発酵の材料である糖を、米麹や蒸し米の状態で、 最終投入量まで投入できる仕込み方法である。これにより、酵母が活性を失うことなく、発酵を進められるため、もろみ作りの最後には、アルコール度数20度を超えるアルコールが生成される。これは醸造酒としては稀に見る高いアルコール度数であり、日本酒ならではの得意な方法で、世界に誇れる技術的遺産と言える。なお断仕込みの1回目を、発展。 踊りと呼ばれる、中いたちを開けて、2回目を中点、3回目を止め添えという、20から30日かけて発酵させる。詳細は、断じ込みを参照法の常母温度計もセンサーもなかった、時代から、当時や蔵人たちは、もろみの表面の泡立ちの様子を観察し、いくつかの段階に区分けすることによって、内部の発酵の進行状況を把握してきた。 このもろみの表面の泡立ちの状態を常房と言い、以下のように示される。筋泡と目添えから2から3日ほど経つと生じてくる筋のような泡で、もろみの内部での発酵の始まりを告げる。水泡筋泡からさらに2日ほど経った頃、カニが口から吹くような白い泡。もろみの中の糖分は頂点に達している。岩泡水泡からさらに2日ほど経った頃、岩のような形となる泡。 発酵に伴って放熱されるので温度上昇も、著しい頃である。天覆止め添えから5日くらいで、仕込み対空圧らを覆う、泡全体の上下が反転することがある。高泡岩泡からさらに2日ほど経った頃、止め添えから通算すると1週間から10日前後、岩泡全体が盛り上がりを見せる。科学的には、発酵が10日に追いつこうとしている状態。泡あり工房と、 泡なし工房の区別は、この高泡の有無で決められることが多い。落ち泡止め添えから12日前後経った頃、泡の盛り上がりが落ち着いてくる。科学的には、発酵が10日に追いついた状態。玉泡はさらに2日ほど、また止め添えから通算で2週間ほど経った頃。詳しくは、大玉泡中玉砲、小玉泡に分けられる。泡は、玉の形になってどんどん小さくなっていく。 小さければ小さいほど発酵はだいぶ落ち着いてきている。さらに5日ほど、または止め添えから通算3週間近く経った頃、玉泡が小さくなりきって今度は消えていく。発酵も終盤に近いことを示す。だが、どの段階で諸見作りの全工程の終了とみなすかは当時の判断に任されている。目的とする種質によっては、 このまま何日か時間を置いた方がよく、また銀情系の場合はさらにその状態を持続させることが好ましいとされるからである。近年、泡なし工房が多く開発されてきたが、今日でも泡あり工房を使った醸造では、仕込みタンクの中で日々刻々と蒸気のような醸造の推移を見ることができる。醸造の約2日前から2時間前にかけて30%程度に、 薄めた醸造アルコールを添加していくこと。アルコール添加、または略して、アルテンという五感から、工業的に何か不純な添加物を加えるかのような、イメージを持たれることが多いが、古くは、江戸時代の柱上中という技法に遡る、伝統的な工程の一つである。次のような目的がある。防腐効果現在のアルコール添加の起源である。 江戸時代の柱焼酎は酒の不造を防ぐため焼酎を加える技法であった。かつては防腐効果がアルコール添加の最も重要な目的であった。衛生管理が進んだ現代ではこうした意味合いは薄れてきている。シェリーやポートワイン等の主精強化ワインも同じ目的でアルコール添加を行っている。香味の調整現在のアルコール添加の目的の代。 一はこれである。適切なアルコール添加は、もろみから上がった原酒に潜在している香りを引き出す。特に吟醸系の酒の香味成分は、水には溶けないものが多く、それを溶かし出すために、アルコール添加が必要となる。そもそも吟醸酒自体が、アルコール添加を前提として開発された、酒種であった。現在、吟醸酒を生産する酒蔵では、 アルコール添加は脂質を高めるために必須と考えているところが多い。味の軽快化現在のアルコール添加の目的の第二。もろみの中には発酵の過程で生成された糖や酸が多く含まれており、これらを放置しておくと完成した酒がよく言えば重厚、悪く言えば鈍重な味わいになる。ここでアルコール添加を行っておくと、それらが調整される。 また、純米酒はその性質上、多かれ少なかれ酸味が飲んだ後に残る。アルコール添加により、酸味が抑えられ、飲み口がまろやかになる。さらに、現代の食生活では旨味、油が多用され、飲料としては軽快な味わいのものが求められるようになってきたために、酒の切れ味を良くするために、アルコール添加が活用されている側面もある。増量産増酒の前世時代には、 酒の量を水増しするために行われたことが多かった。アルテンという工程が一般的に悪いイメージを持たれるのには、主にそうした前の時代の負の依存であると言い訳されることもあるが、実際にアルテンされた酒は臭みが増すとの声もある。添加するアルコールの原料を日本国内産の酒米に限り、品質の高さやトレーサビリティをアピールする取り組みもある。 作り酒屋の玄関に吊るされた杉玉上層とは、もろみから木酒を絞る工程である。当時の判断で熟成したと判断されたもろみへ、アルコール添加や復元量が投入され、これを絞って、白米、米麹などの固形分と、木酒となる液体分とに分離する。当時比べと言葉では絞り、上層とも言う。なお、固形分がいわゆる酒かすになる。 原材料白米に対する酒かすの割合をかすぶという。上層を行う場所を上層上、または層上という。多くの場合は、矢蓋式などの自動圧搾機で絞られるが、佐せ式などの層絞りを採用する酒蔵もある。大銀上酒のように繊細な酒は、もろみにかかる圧力が小さい袋釣りや、遠心分離などの方法で絞られる。 絞り出された酒が出てくるところを総口という。また、酒蔵では、その年初めての酒が上層されると、軒下に杉玉もしくは酒林を吊るし、新酒ができたことを知らせる習わしがある。吊るしたばかりの杉玉は、早々としているが、やがて枯れて、茶色がかってくる。この色の変化がまた、その酒蔵の新酒の熟成具合を人々に知らせる、役割をしている。かすびきとは、 上層を終えた酒の濁りを取り除くために、待つことを指す。層口から絞り出されたばかりの酒は、まだ炭酸ガスを含むものも多く、酵母、デンプンの粒子、タンパク質、多糖類などが漂い、濁った黄金色をしている。この濁りの成分をかすといい、これらを沈殿させるため、酒はしばらくタンクの中で放置される。かす引きによる効果は、 単に濁りを取ることにとどまらず、余分なタンパク質を除去することで、瓶詰め後の温度変化や、教授変化によって引き起こされる、タンパク編成での濁りの予防や、ご工程となる、露過の負担軽減へも影響を及ぼす。かすびきを施した上積みの部分を、木酒という。木酒とは別の概念なので注意を要する。完成酒を、木酒や、室果酒に仕立てる場合などは異なるが、 大多数の一般的な酒の場合、上層から出荷までには二度ほど、かす下げを施すことが多い。第一回目のかす引きを行った後の木酒にも、まだ酵母やデンプン粒子などのカスが残っているのが、普通で、雑味もかなりあり、これらを越し取るために、ろ過の工程が必要となってくる。近年では、消費者の生死口に乗じて、かす引き以降の工程を施さず、 無ロ化制限種として出荷する酒グラムを現れてきている。なお、カス引きと混同されやすいものに、カス下げという用語があるが、カス引きとはまた別の概念なので注意を要する。ロ化とは、カス下げの施された木酒の中にまだ残っている細かい、カスや雑味を取り除くことである。液体の色を黄金色から無色透明にできるだけ近づける目的も、ある。なお、この工程を、 あえて省略して、ロカシとして出荷する場合も多い。活性炭炉化成種の中に、粉末状の活性炭を投入して行われる炉化を、炭素炉化もしくは活性炭炉化とも言う。この活性炭粉末を、酒蔵では炭に炭と呼ぶ。基本的には、一般家庭の冷蔵庫などで使われる、脱臭炭や、タバコのフィルターに入っている黒い粉末と同じもので、ある。木崎に活性炭を投入し、 取り除きたい成分や色をその炭に吸着させて、沈殿させる。その後に不要成分ごと炭を脱去する。活性炭を投入すると言っても、炭に投げ入れるだけではなく、活性炭の種類や加える量によって取り除ける、成分や色が異なるところにこの工程の難しさがある。このように、炭加減が大変に微妙であることから、地酒の本場では、蔵人の間で炭屋と呼ばれる。 この工程だけの専門家が多く存在した。活性炭をあまり入れすぎると、酒は澄んでくるが、味も色も香りもすべて昔して面白くもなんともない、完成種になってしまう。かつては木酒1キロリットルにつき炭1キログラムを投入する、通称、キロキロが目安とされていたが、現在では活性炭の使用量は減少傾向にあり、使用しないことも増え、住みやなる、 専門職は減少傾向にある。また活性炭を使用してから他の方法でろ過する場合も多いので、活性炭の使用の有無とろ過の有無は違う話である。軽藻度ろ過生成された軽藻度の層を用いたろ過を行い、強雑物を、そして活性炭ろ過を行った後であれば、活性炭素のものを取り除く。軽藻度とは軽藻類の化石で、 非常に小さな穴を多数持つ形状をしており、色の元となる物質、雑味物質、香り物質もある。程度除去する。このろ過技術の進歩は活性炭の使用現象の一助ともなっている。露子によるろ過特殊な腰紙を用いてろ過をする場合もある。フィルターろ過最近富に増加してきた。カートリッジ式のフィルターを用いてろ過する方法。 カートリッジ式なので取り替えが可能で手軽さがメリットである。特に木酒として出荷する場合は高精度なろ過を行うことで火をチキンを含む微生物を除去することがある。総口から絞られたばかりの日本酒は大抵秋の稲穂のように美しい黄金色をしている。かつての全国新酒鑑評会では酒に色がついた出品酒を原点対象にしていた時代があった。 勢い、酒蔵はどこも懸命に活性炭土化で色を抜き、水のような無色透明の状態にして出荷することが多かった。いわゆる、清酒という言葉から一般的に連想される、無色透明な色調は、そのような時代の名残とも言える。現在では、雑味や雑香はともかく色の抜挙は求められなくなってきたので、色のついたまま流通する酒が復活し、 自然な色のついた酒の素朴さを好む消費者も増えて、来ている。火入れとは、醸造した酒を加熱して、殺菌処理を施すこと。火当てとも言う。火入れされる前の酒は、まだ中に酵母が生きて活動している。また、麹により生成された酵素も、その活性を保っているため、脂質が変化しやすい。また、乳酸菌の一種であるヒオッチ菌が混入している、恐れもある。 これを放置すると酒が白く濁ってしまう。そこで火入れにより、これら酵母、酵素、火落ち菌を殺菌あるいは失活させて、脂質を安定させる。これにより酒は常温においても長期間の貯蔵が可能になる。しかし、あまり加熱が過ぎれば、アルコール分や揮発性の高気成分が蒸発して、飛んでしまい脂質を損なう。そのため、これも加減が難しく、 摂氏62度摂氏68度程度で行われる。なお、摂氏65度の温度で23秒間加熱すれば、乳酸菌を殺菌できることが知られている。銀錠酒などは、香りが飛ばないように瓶詰めしてから火入れすることもある。火入れの技法は、室町時代に書かれた、醸造技術書、三木の日記にもすでに記載され、平安時代後期から機内を中心に行われていた。 ことがわかるこれはすなわち西洋における最近学の素ルイパスツールが1866年にパスチャライゼーションによる加熱殺菌法をワイン製造に導入するより500年も前に日本ではそれが酒作りにおいて一般に行われていたことになる。明治時代に来日したイギリス人アトキンソンは1881年に各地の酒屋を視察して 酒の表面に、のの字がやっと書ける程度が適温であるとして、温度計のない環境で寸分違わぬ、温度管理を行っている様子を観察し、驚きをもって記している。火入れと、木酒の関係火入れをしていない酒は、木酒、室化制限酒などとして人気がある。そういう、生形の酒はみずみずしく、香りも若やいで華やかであり、また残存する美発泡感は、喉越しも良い。 火入れをするとそれらの酒の繊細さが失われるため、保存管理さえ徹底されていれば、木酒には、火入れした酒にはない味わいがある。従来は低温での保存、流通を管理するのは難しく、木酒が市場に出るのは稀だったが、保存管理が行き届くようになった近年、木酒が市場に出回るようになり、日本酒の中で木酒が新しい楽しみ方の一つとなっている。ただし、 日本酒は火入れをしなければ劣化が、早く、すぐに、生老猫を発するため、木酒は特に正しい保存管理をしなければならない。また、成形の酒の味は荒々しく、貯蔵、熟成を経た酒が持つ旨味やまろみ、深みに欠けるため、従来通りの火入れの工程を経た酒も日本酒としての魅力を失うわけではない。 木酒をめぐる表示問題性貯蔵酒や生詰め酒に仕立てる場合などを除いて、大多数の一般的な酒の場合、上層から出荷までの間に火入れは二度ほど行われる。すなわち、一回目は貯蔵して熟成させる前、二回目は瓶詰めして出荷する直前である。特に一回目の火入れは成分に落ち着きを与え、その先の貯蔵中にどのように熟成していくかの方向性を左右する。 これをわかりやすく、チャートにすると、以下のようになる。上層かッさげ1回目、ロカ1回目、ヒ入れ1回目、貯蔵、熟成かッさげ1回目、ロカ2回目はリミズヒー2回目、瓶詰め出回以上のような前提の中で、生貯蔵酒や生詰め酒は、少なくとも1回はヒ入れをしていて本当は、生ではないわけだから、生を名称に含めるのは妥当ではない、という議論がなされている。また、 生好みの消費者心理を利用し、生貯蔵酒や生爪酒の生の字だけを大きく、あるいは目立つ色彩でラベルに印刷し、その他の文字を小さく地味に添えるなどして、あたかも生貯蔵酒や生爪酒が生の酒であるかのようにイメージを演出して流通させている蔵元もある。一方では、吟醸酒や純米酒の中には、生めと表示しているだけでも、本当の木酒、言うならば、 症状も流通されるようになってきた。熟成の概要、編集熟成とは、貯蔵されている間に進行する、脂質の成長や完成への過程を言う。上層や、かっさげの後、ロカや木酒として出荷するために、ロカや火入れを経ないものもあるが、そうでない生成種は通常それらの工程を経た後に、さらに酒の旨味、丸み、味の深みなどを引き出すために、しばらく貯蔵される。 熟成による具体的な変化は、色調黄緑色褐色赤褐色黒赤色、香り黒糖香蜂蜜香キャラメル香老酒香、味のお潤化から味幅の広がり、苦味の増加、五原味の調和、食感丸ろやかさ、滑らかさの増大、物性織の生成、とされている、銀醸系の酒は、香りや味わいを安定させるために、半年かそれ以上、 熟成の期間を持たせるものも多い。しかし、いちいち古種、古語種といった表示をするのは、銀醸の品格からして無粋であるというような感覚から、そういった表示はラベルにされないのが通常である。非銀城系であっても、本醸造種や純米種では、酒蔵のある風土の自然条件、仕込み水の特徴、当時が目的とするコンセプトなど様々な理由から、 長期間貯蔵して熟成させるものがある。熟成のメカニズム、編集費入れを経過させない酒においては、発酵が止まっておらず、長熟作用といって、網の酸分解や糖化により、風味の自然調和が続いている。そのため、長熟作用によって、最終的にその酒の持ち味を生み出している銘柄では、すぐに出荷せず貯蔵、熟成させるのは、欠かすことのできない工程の一部である。 一般的に完全発酵させた純米酒は熟成がゆっくりと進み劣化しにくい。不完全発酵の生成酒はアルコールに分解されていない成分が多く含まれる。ため、酒質の変化は早いが劣化しやすいと言われている。熟成の原因は大きく分けて外部から加わる熱や酸素に、などによる物理的要因と内部で起こるアミノ酸をはじめとする窒素酸化物や、 アルデヒドなどによる科学的原因とに分かれるが具体的な理論に関しては未解明な部分が多い。例えば廃坑や廃線になったトンネルなどある特定の場所で貯蔵するといくら温度や湿度など科学的に条件を同じにしても他の場所で貯蔵するよりも明らかに味がまろやかになるといった例がある。科学的原因を詳しく見ると保存中にアミノ酸や タンパク質等の窒素化合物は残存している糖分に作用してメーラード反応を起こし合片化を起こす。一方、酵母が生成する岩粒基アミノ酸を由来とする揮発性イオウ化合物は高気特性を悪化させるジメチルジスルフィド、ジメチルトリスルフィド、メチルメルカプタン、メチオナールなどの物質の増加の原因となる。すべては、 原料米に依存するが、タンパク質は精米部合を高くした原料を使うことで減少させることが可能であるが、異様は原料米含有成分が大きく影響を及ぼしている。食との相互補完、編集滋賀県の船寿司のように、その地方の基本的食品がある、一定の期間の貯蔵、熟成を経てから食べられる土地などにおいては、食品が熟成する時間と同じだけの時間が、 主質の完成にも元もよりかかるように醸造される酒もある。つまり食と酒を同じ時期に仕込み、同じ年月を隔てて同時に食べるわけである。こういった熟成はまさに食文化の基礎にある相互保管という地酒の原点を物語るものである。新酒、古酒、秘蔵酒、編集日本酒は毎年7月から翌年6月が製造年度と定められており、 通常は製造年度内に出荷されたものが新種と呼ばれる。しかし最近は上層した年の秋を待たず6月より前に出荷する酒に新種というラベルを貼って、火やおろしから差別化して新鮮さをアピールする酒が増えたために新種の定義に混乱が生じつつある。冬から春にかけては、絞りたて、新種、木酒などとしてフレッシュさを売り物にする酒蔵や、 主販店、飲食店も多い。新酒の鮮度を強調した売り方としては、酒蔵や主販店で作る日本名門酒会が1998年から立春の2月4日に合わせて立春朝絞りの出荷を始めている。未明から上層と瓶詰めを行い、蔵によっては縁起物として近隣の神社で無病息災や家内安全の祈祷をしてから出荷する。 2018年は34都道府県の43、蔵元が参加し、約31万本を絞る予定である。逆に製造年度内でなく、貯蔵期間を経た後に出荷、提供する日本酒を熟成酒、古酒、古語酒、または非蔵酒と呼ぶこともある。酒がメーラード反応により、褐色に変わるまで、長期保管したり、赤ワインやシェリーを入れていた樽に入れて、香りを移したりする。 酒造会社もある。主販店や飲食店が仕入れた日本酒を寝かせて古酒にするケースもある。蔵元によっては西洋のワインにおけるヴィンテージという考え方を導入し、ラベルに酒の製造年度を明記している。熟成することによって味に奥行きが出るように作る。こうしたヴィンテージ系日本酒は熟成期間の長いものでは20から40年間にも及ぶ。 酒造会社などで作る長期熟成酒研究会は、満三年以上蔵元で熟成させた東類天下酒を除く聖酒を熟成個酒と定義している。大個酒編集大個酒という語に関して、現在のところ明確には定義されていない。しかし、概して大がつくにふさわしい、桁違いの熟成が求められる。1968年に開封された。 元禄の,の大古酒のように279年まで、いかなくとも熟成期間100年を越した年代物は一般に大古酒と呼ばれる。冷やおろし、編集、冷やおろしとは陶器に醸造した後春から夏にかけて涼しい酒蔵で醸造、熟成させ、気温の下がる秋に瓶詰めして出荷する酒のことである。その際、火入れをしないことから、この名称ができた。 醸造粘土を越して出荷されるという意味では、本来は古種に区分されることになるが、観光的に新種の一種として扱われる。割り水とは、熟成のための貯蔵タンクから出された酒へ、出荷の直前に水を、より正確には、加水調整用水を加える作業を言う。加水調整あるいはターンに、下水とも呼ばれる。ちなみに、焼酎の製造過程では、全く同じ工程を、 和みと呼んでいる。この工程の目的は、酒のアルコール度数を下げることにある。もろみができた直後には、ほとんどの酒が、平行復発酵により20度近いアルコール度数となっている。アルコール度数の高い方が腐敗の危険が少ないので、貯蔵、熟成も、この20度近いアルコール度のまま行われるため、出荷するときには、目的とするアルコール度数まで下げる必要がある。 一方、割り水をしないで、もろみができた時点のアルコール度のまま出荷した酒のことを原酒という。原酒というと、一般的にはその酒の元となったもろみや酵母を使った本源的な酒、あるいは何か、ドロッとした濃いエキスのような酒がイメージされるようで、あるが、実際はそういうものではない。ただ、割り水をしていない分、一般酒よりもアルコール度数が高く、 比較して濃厚であることは確かである。こうして割り水など最後の調整を果たした酒は、千瓶用水で洗浄された瓶の中へ瓶詰めされて、出荷され、各自の蔵元がそれぞれ独自に切り開いている流通販路に乗る。現在は使われていない歴史上の製法に関わる表現を含む、部合編集、部合で終わる用語には次のものがある。仕込み、作り、 編集学問的、専門的にではなく、あくまでも、一般的な理解のためという前提で補足すると、日本酒の製法という文脈に限っては、仕込むイコール、作る、仕込みイコール、作りというように、ほぼ同義語として考えてよい。仕込み、または、作りで終わる用語には、次のものがある。主母、編集学問的、専門的にではなく、あくまでも、 一般的な理解のためという前提で補足すると、日本種の正法という文脈に限っては、は、ほぼ同義語として考えてよい。または、種語で終わる用語には、次のものがある。その他、編集以上の分類に当てはまらない用語には、次のものがある。聖種の比重を示した位。対象とする聖種を、摂氏15度にし、規定の浮きばかりを浮かべて計測する。 その時に摂氏4度の蒸留水と同じ重さの酒の日本酒度を0とする。それよりも軽いものはプラスの値、重いものは大の値をとる。日本酒度が高いほど辛口になる傾向があり、味の目安としてラベルに表示されることが多い。より厳密に酒の辛口甘口を示す指標として甘辛度がある。軽量応報体系では、 日本酒度は次のように定義されている。ここで、生酒の比重は、10万1325パスカルの圧力、摂氏4度の条件下で計測したものである。これを逆算すると、以下の式も得られる。生酒1 0トルを中和するのに要する、0 1モルリットルの水酸化ナトリウム溶液の適定ミリリットル数のこと。この値が大きければ、さっぱり、 小さければ、コクがあるといった表現が使われる。しかし、これも日本酒度と同様に、人の味覚は、香り、食べ合わせ、体調などにより、大きく変動する。甘辛旅は、清酒の甘辛の度合いを示す値。清酒のぶどう糖濃度と、3度から次のように計算される。また、ぶどう糖濃度の代わりに、日本酒度を用いて、とすることもできる。 この式によって人間が酒を甘い辛いと感じる感覚の81%が説明できる。生酒の甘辛の程度と甘辛度の関連は下記の通り。濃淡度は生酒の味の濃淡の度合いを示す値。生酒の葡萄糖濃度と酸度から次のように計算される。葡萄糖濃度は直接還元糖であり、分子構造の大きなデキストリンを除いた残りの糖分の量を指す。 濃単度がプラスになるほど味が濃い。甘辛度や濃単度の表示は少ないものの、味の指標としては、日本酒度よりは信頼性がある。清酒 10ml を3度の場合と同様に 0.1ml の水酸化ナトリウムで中和した後、中性ホルマリン液を 5ml 加え再度 0.1ml の水酸化ナトリウムで中和したのに用した、適定 ml 数のこと。 値は後者の水酸化ナトリウム的定数量に等しい。値が大きいと濃厚し、小さいと単霊の傾向がある。これも日本酒度、酸度の場合と同じで、一般の人の味覚は香り、食べ合わせ、体調などにより大きく変動するものである。一般に生系や山背系ではアミノ酸が多くなる傾向がある。たとえ生や ヤマハイでもアミノ酸を低く抑えるのが、名人と言われる当時たちの作り方とも言われるが、アミノ酸の多くなった生や、ヤマハイのどっしりした味わいを好む、安易化も多いこともまた事実である。アミノ酸が生成される主な原因は、タンパク質分解酵素の酸性プロテアーゼであり、麹作りの中仕事からしまい仕事の間に、摂氏34度から摂氏38度の温度帯で、 ほとんどが生成される。したがって、最終的な仕上がりを軽い味にしたい当時は、工事前が乾かないようにしながら派生を進ませ、できるだけ迅速にこの工程を切り抜ける。逆に、重い味に仕上げたい場合は、時間をかける。辛口日本酒の味覚評価も、基本的にゴミであるが、料理のそれと同じ言葉を使っていても概念は大きく、異なる。辛いと言っても、 料理におけるカノトやカンではない。また、舌の表面にある未来でキャッチされ、脳へ送られる味覚は甘み、酸味、塩味、苦味、旨味のみであり、味細胞には辛味の受容体はないため、酒が辛いと感じるのは、絶氷の痛覚がアルコールに刺激されているだけだと考えられる。そのため一般にアルコール度や日本酒度が高ければそれだけ辛口に感じる。また、 単麗辛口が優れた酒の基本条件であるかのような認識が蔓延していた頃もあったが、辛口には辛口の良さ、うま口にはうま口の良さがあり、この酒は甘口だ、辛口だというだけの品評にはあまり意味はない。甘口うま口と混同されることが多いので注意。日本酒の比重を大きくする成分のほとんどが糖分であるため、一般には、 日本酒度が低ければ甘口と言える。しかしながら、濁り酒や折り絡みのように、固形分を含む日本酒は比重が大きく、日本酒度は低くなるが、必ずしも甘口になるとは限らない。うま口一般に青春に関して甘口と表現されるのは、実はこの甘口である場合がほとんど。相対的に辛味が刺激されないため、甘口と間違えられやすいのである。 うま口は、辛口の要素となりやすい切れよりも、濃クと奥行きのある福いくたる味わいである。目指す仕上がりへ持っていくためには、アルコール度数の高さで誤まかせないため、作り手にとっては、ある意味で一層難しい味とも言われる。丹麗、丹麗口に含んだ時に、綺麗で滑らかな感じを受けた時に用いる表現。日本語としては、本来、単霊が正しいのだが、1980年代に、 始まる、辛口ブームの間に商標などを通じて、単麗と書かれ始め、現在では、酒の味に関しては、単麗と書くようになった。芳醇、豊か厚紙香りが高く、味が良いこと。本来、芳醇が正しい表記であるが、商標や酒名などで一般化し、豊か厚紙とも表記される。脳厚紙味が濃いこと。単麗の対極にあるのはむしろこの脳厚紙である。 ピン跡味が引き締まった感じを指す。心、感、胸の味のバランスによって織りなされる。そのバランスが酒の味のアウトラインを決めると言っても良い。切れ跡味がすっきりして、軽快な場合に、切れがあると表現する。地方によっては、裁けが良いと表現する。粗い口に含んだ時に、口中に刺激を受ける状態を指す。よく言えば、元気のある若々しい味。 悪く言えば、熟成感に欠ける味である。銀味長い時間をかけて、低温熟成した酒に生まれる、あっさりとした旨味を指す。膨らみ口中に広がる、バランスの良いしっかりとしたコクのある味を指す。ごく、味、味の幅などとも表現される。ごく、味酒のゴミが程よく調和して、バランスの良いコクが感じられる状態を、ごく味があると表現する。 終練味就が、まだ若い時に感じられる。思わず口をすぼめたくなるような渋みのこと。大抵は、酒の熟成とともに自然に消えていく。逆に、これが消えていくのをもって、酒の熟成度を下で測ることもできる。押し味酒を聞いた後の後味に、膨らみがあり、安定して、余韻を響かせているような味。腰押し味があって、安定した味わい残す時にはを、腰がある。 腰が強いと言い、反対に後味がボケた感じがするときは、腰がない、腰が弱いという。どっしり膨らみと腰のある、容易に缶崩れのしない、丹念な作りの味に用いられる表現。しっかり安定感と腰のある、容易に缶崩れのしない、丹念な作りの味に用いられる表現。ある意味では、どっしりよりも、頻繁に使われる、しっかりだが、しっかりかどうかを判断するのは、 初心者には難しいのも、また現実である。初心者にもわかりやすい、手軽な判断方法としては、酒をアルコール14度くらいにまで水で割ってぬる感にして、味わってみることである。その時に味切れが良い酒は、しっかりした作りである。酒中に未分解の成分が多かったり、もろみ末期に急激に酵母が死滅してしまうと、酵母から、 余計なアミノ酸が出ることによって味切れが悪くなることがある。こういう酒は、外して完全発酵させた酒に比べて劣化が早く、味もしっかりしているとは言わない。こういうことは、個々人の主観、すなわち味覚で判断するのが一番で、裏ラベルに表示されているアミノ酸度など見てもわかることではない。開く日やでは、 その種質が本来持つ味や香りが冷たさの奥に閉じ込められてしまい、感能として感じられないことがあるが、それらを人肌感、ぬる感あたりまで温めると、花がゆっくり開くようにそれらが感じられてくる。そのような時に用いる表現である。しかしあまり熱すると、かえって感じられなくなる。ちなみに、日本酒、匠研究会では、甘い、辛い、淡霊、脳圧塩を、 座標軸とする、味の分類には実用性がないとして、飲用温度や料理、器を連想しやすい、香りが高い、低い、味が濃い、淡いを新たな座標軸とし、次のような4分法を用いている。熟種香りが高く、味が濃い酒。時間をかけて熟成された濃厚な味わい。熟成酒、古酒、秘蔵酒など、厚紙酒香りが低く、味が濃い酒。 いわゆるコクが感じられる味わい。純米酒、生系など、香るし香りが高く、味が淡い酒。銀條香のあり方が干渉できるもの。大銀條など、草酒香りが低く、味が淡い酒。軽快で滑らかなもの。木酒、生貯蔵酒、低アルコール酒など、酒蔵の草口から出てくる、出来立ての酒は本来、秋の稲穂のような黄金色に近い色である。 また熟成が進むと深い茶色へと進んでいったり、少しばかり緑がかってくる。あるいは精米部合が高く、作りがしっかりしている。大銀城などは、ダイヤモンドのように鮮やかにきらめく光沢を持つ。しかし、全国新種鑑評会では、過去に色のついたまま出品されている酒は原点の対象としていた時代があり、それゆえ酒蔵では活性炭ろ過などで必死に色を抜いていた。 その結果が今日、静止という言葉から一般的にイメージされる水のような無色透明である。昨今は天然の色のままハンドに乗せる酒蔵も増えてきたので、酒の色も再び楽しめるようになった。さえ美しく透き通った光沢。特に、やや青みがかって見える状態を、青さえといい、高く評価される。照りうすら山吹色に、艶の出た状態。大抵好まれる。 ボケ少々混濁して色彩がぼやけていること。透明度どれだけ透明に生成されたかを語る指標。透明度自然に作られた澄んだみずみずしいきらめき。黄金色デリの中でも最も好まれる色調。晩茶色古種などに多いやや濃く熟成した色調。黄金色ほどは色が干渉の対象とはならないことが多い。 色宅良好環表会などで語られる色合いが好ましい様を語る定番の表現。色宅濃厚かなり色がついている状態。好ましいと受け取るものも多い。混濁色々な色調に濁っていること。見た目としては評価を得がたいが、こうした酒が一概に味もまずいとは限らない。これも製法に関わる用語、表現と同じく時代。 世代や地方によって様々であるが、標準的なものを示しておく。熟成、高熟成によって生じる好ましい香りで、強いものは、コ香コとも呼ばれる。香りの様態は様々で、それぞれ小香種、シェリー種、カラーメル、干ししいたけ、干しぶどうなどに例えて表現される。銀情香、銀情香が正しい読み方とよく言われるが、専門家の中でも、わざわざ銀、銀情香、 とルビオフリ特者の注意を促すものもいるので注意を要する。銀杖酒や大銀杖酒に特有の方向。リンゴやバナナのような香りが最も一般的だが、酒によっては、マロン、クリーム、チョコレートのような銀杖香を出しているものもある。決して香料を加えているのではなく、銀杖作りのような低温発酵時に酵母が出す。エステル類、特にカプロン酸エチルや酢酸イソアミルに起因する。 香りである。作りの良い純米酒など、銀醸酒以外にも感じられることは多い。なお、生成された銀醸香はすべてもろみの中に止まるわけではなく、多くは大気中に放散されるため、ヤコマン装置によりそれを回収、液化してもろみの中に戻したり、あるいは元のもろみ以外の日本酒へ添加することもかつて行われていた。最近は新型工房の開発により、 そういう必要はなくなってきたと言われる。リンゴ高銀条鉱の一種で、カプロン酸エチルに起因するデリシャスリンゴのような方向。適度なリンゴ鉱は、銀条種に気品を与えるとされる。バナナ黄銀条鉱の一種で、サクサンイソアミルに起因するバナナのような方向。適度なバナナ鉱は、日本酒に甘く、フルーティーな香りの厚みを加えるものとして好まれるが、強すぎると異臭に感じられ、 サクサンエチル臭、セメダイン臭と呼ばれて原点の対象となる。ヤコマン装置によって回収される主な香り成分でもある。新種花主に麹に由来する新種特有の若々しい香りで熟成するに従って消えてゆく。缶酒を好む熟達した飲み手は缶によって強められた新種花を敬遠することが多い。アルコール臭アルコール添加がうまくいかなかった時に、 生じる薬品のような臭い。発酵によって生じるアルコール成分と違って、酒そのものと一体化していない、添加したアルコールが浮いた感じになって起こる。老い猫を熟成が進みすぎた、熟成しないうちに劣化した、保存方法が正しくなかったなどの理由で、酒が酸化してしまった時に生じる異境。熟成孔と紙一重で、不快であれば老猫とされる。それゆえごく稀に、 少しばかりの追い猫は帰って酒に箔をつけるものとしてプラスに評価される場合もある。生老猫を、木酒が古くなった、保存方法が正しくなかったなどの理由から、酵素の働きから生じる、濡れたような猛烈な悪臭。活性単土化でも除去できず、出荷前に発生すると倉にとって致命傷となるが、実際には出荷後の流通、小売業者、あるいは購入後の消費者の 保存方法や温度管理のまずさによるところが大きい。木酒は米の牛乳と思っておけば、まず間違いない。つわり甲もろみの発酵の失敗などに起因する乳製品が腐ったような匂いで吐き気を催させることからこう呼ばれる。専門的にはダイアセチル臭と呼ばれ、日落ち臭と似ている。日落ちくさびをチキンが繁殖することによって生じる匂いで、 金の種類によって容体は異なるが、おおむねつわりこうと似ている。露過臭ろ過の工程でつく異臭の総称。和紙を水で濡らした時の匂いに似ているとされる。炭臭活性炭ろ過の工程で、質の悪い炭を使ったり、炭を入れすぎた時につく異臭。炭自体が周期を吸収しやすいので、保存中に炭が外部から吸収した臭い成分を酒に投入された時に、 酒の中へ放出して生じることも多い。参拝臭不属菌という雑菌がもろみを汚染し、酢酸などが生成されてつく、極めて不快な臭い。袋臭もろみを絞る、酒袋の匂いが酒に移ったもの。酒袋の管理が正しくなく、酸化した付着物があった時などに生じる。日光臭光にさらされて発生する、刺激性のある異臭。日向臭、獣臭ともいう。 室内蛍光灯など、日光以外の光線に長時間さらされていても、発生する。出荷後の流通、小売業者、あるいは購入後の消費者の保存方法のまずさに起因することが多い。瓶を新聞紙などにくるんでおくと防げる。かつては、瓶の匂いが酒についたものと考えられ、瓶衆という語があったが、現在ではそれは、日光衆と稲、香の混じった周期とされている。 木工、木化が正しい読み方とよく言われるが、専門家の中でも、わざわざ、木が取る病振り読者の注意を促す者もいるので、注意を要する。杉など樽の木材の香りが酒に移ったもの。香りの程度と樹質によっては、プラスに評価されることもあるが、環評会などでは、木工臭がするというと往々にして、マイナス点である。ちなみに、発酵の最中に、 アルコール添加すると生成されることがある木工のような匂いを木工様臭と言い,い、本質的には別物であるが混同されやすい。また、酒気を手に取ってから飲み込むまでの各段階において感じられる香りは以下のように呼ばれる。神律かまだ酒を口に含まず、酒の表面から鼻先へ匂い立つ香。酒を井口に注いで丸く揺らした時に立ち上がってくる揮発性の方向。 吟醸港に重きを置く酒や、鑑評会に出品される酒では、とかく重視される。含み講師を口に含み、舌先で転がした時に、鼻へ抜けていく香。香りの成分としては、り3かほど揮発性が高くないので、口に含むまでは感じられない。銀香師を飲み込む時、喉を過ぎる時に感じられる香。鑑評会などで聞き酒をするときは、酒は飲み込まず、 味わった後は吐き出してしまうので、銀行は味わえない。よって、官票会での評価の対象になり得ないという問題がある。今ではほとんど、銀条公と同じものを指す。帰り子を飲んだ後に、腹から鼻に抜けるように感じられる公。これも、官票会などでは評価の対象からも折れてしまうとして、問題視する指揮者も多い。これも統一された用語というわけではないが、 標準的なものを示しておく。ただし、2000年代初頭では、冷やが拡大解釈され、常温よりも冷やしたものを指して用いられていることもある。一般に、温度上昇によって、下に感じられる酸味が相対的に下がり、旨味が上がることから、冷やから熱漢くらいまでの温度帯に限って、大雑把に言うならば、上に行くほど濃くと深みを持った味になり、また辛さを感じるようになる。 生系や純米系など昔からある製法で作っている酒では、冷やで飲んでもさほど印象的でなかった酒が缶にすると本領を発揮し奥深い味を展開することが多い。そういう酒は缶映えするという。また缶をした時に温かさがほんのり酒全域に均等に行き渡り、その酒の良さがうまく引き出されることを缶上がりするという。 うまく缶上がりさせるのに最も確実な方法は、とっくりに入れて湯煎することである。チョコに入れて電子レンジで温めるのも多少は有効だが、中にムラができやすい。一度缶をした酒が再び冷えることを缶ざましになるという。丁寧に作ってある酒は缶ざましになってもそれなりに味わいがあるが、そうでないものは風味のバランスが崩れ、薬品のようなアルコール臭が上。 立花として登ってくる。これを、缶崩れという。坂樽、鶴岡八万宮一章イコール十五イコール1.8リットル一国、イコール十とイコール百章これらの溶石単位は、すべて日本の単位系である、尺貫法の一部である。一章とは、酒屋などでごく普通に目にする、日本酒の大瓶、すなわち一升瓶に入る容量である。年に、白が一瓶で、 日本酒を販売するようになって以来100年余りにわたって主流を占めてきた。近年ではその大きさやつきまとうイメージの泥臭さなどが消費減退の理由だと唱える人々がおり小型化する傾向もある。いわゆる中瓶は四号瓶で文字通り四号を入る。酒蔵では十八リットル入るを使っており消費者が販売店で見ると,い,といった 記載表示はそれに由来する。石は主に酒蔵の生産量を示すのに用いられる。これも極めて大雑把な目安であるが、一般の小さな酒蔵だと年間500国、大手の酒蔵で年間5000国以上といったところである。当然ではあるが、生産国高と生産される主質には何の相関関係もない。 一回コール酒樽2コ個イコール種七十章イコール百二十六リットルかは、主に酒の陸上輸送に使われた単位である。損は、安土桃山時代頃から酒を運ぶ手段となった。人足が酒樽を天秤棒で前後に一個ずつにないだ、ことに由来する。損は四と損だが、普通は四と一杯入れずに三と五章ほど入れる。そのため七十章と計算した。 日本酒道を見ればわかるように、酒の比重も若干の幅がある。ほぼ水と同じとして考えれば、人足は約1 2 6キログラムの荷を担いで街道を行く、仕事であった、ということになる。一坂現代では、挨拶などで、一杯やりましょうと発言してもそれは、ワイングラスやコップなどの入れ物で、一杯という意味には、必ずしもならない。ぼって、江戸時代以前は、 一坂は、列記とした溶石単位であった。ただ、地方や藩によって違いがあり、厳密なものではなかった。豊臣秀吉が対抗検知を行った際に、土量鉱の基準を示し、溶石についても、京末を定めた。ところが、江戸時代になっても東北地方の藩などに普及しなかった。少佐はあっても返して、百坂イコール四都であったというから、 一酒きイコール7 2 0トルということになり、四合瓶やわいに一本と同じくらいの分量ということになる。当時は、一酒き飲むとなると、四合瓶を飲み干すことを意味したのである。県現在では、一本やりましょうというように、一緒に酒を飲むという意味で用いられる。古くは一酒きに並々と酒を満たし、酒席をぐるりと一回りするのが、一本であった。 例えば、円が3根ほどしたらというような表現があった。尺1章イコール15イコール100尺1尺は約1 8トル帝国データバンクの統計調査によると、2017年12月時点で日本全国に日本酒を製造するメーカーが1254社存在し、都道府県別の所在地を見ると、首位は新潟県で84社、2位は 長野県で六十四社、三位は兵庫県で五十七社となっている。創業百年以上の老舗企業が九百三社と七割を占め、創業時代別に見ると、首位は明治時代で四百三十一社、二位は江戸時代で三百九十九社、三位は昭和時代で二百六十六社であった。このうち日本酒製造を修行とするのは千七十七社で二千十六年度の 総売上高は4、416億900万円で、2012年度から2016年度まで5年連続で、総売上高が小幅上昇している。特に、売上高増加が顕著なのが、朝日酒造で、脱災ブランドの海外展開により、全年度比く割の増収となっている。以下に、売上高上位20社までを記す。日本酒の蔵元を酒蔵と呼ぶこともある。 種類製造免許を持つ酒蔵のうち1000程度が実際に営業していると推測されている。近年、日本ではビールやウイスキーも含めたアルコール飲料全般の消費量が減少しており、日本酒もその例に漏れない。一方、日本国外では21世紀に入ってから日本酒の人気が拡大しており、日本酒は日本語の酒にちなみ、生育と呼ぶ。 アメリカ合衆国やフランスの市場では日本酒、特に銀城酒の消費が拡大し、イギリスでも2007年から国際ワインコンテストに日本酒部門が設置された。アジア圏においても日本酒の消費量が以前に比べて拡大し、2015年にはとりわけ和食が普及するソウル、香港、台北、シンガポールにおいて高い値を示す。太陽国では 日本酒の需要の急増で、日本の蔵元が上がって市場に参入し、競争が激化した。また、法日外国人観光客による高級な日本酒のまとめ買いも増えている。日本酒の輸出量の推移は、2001年は7,052キロリットル、2012年は14,131キロリットル、2008年は12,151キロリットル、 2018年は25,747キロリットルと約10年で約2倍に増加する傾向が続いている。日本酒の輸出額の推移は2013年に初めて100億円を超え2019年は輸出額が前年比5.3%増の234億円で10年連続で増加して過去最高を更新した。 2019年の日本の種類輸出総額は661億円であり、輸出額上位5品目は、日本酒、ジャパニーズウイスキー、ビール、リキュール、ジンウォッカの順であった。また、日本酒の輸出先上位5カ国は、アメリカ68億円、中国50億円、香港39億円、韓国14億円、台湾14億円の順であった。このように、 日本酒の輸出は好調に推移しているが、フランスのワイン輸出額は1兆181億円、英国北部スコットランドのスコッチ輸出額は6、500億円と、日本酒輸出額の30倍から50倍の差がある。なお、酒に関する規制や税制は、各国で異なる。例えば、アメリカ合衆国では、アルコール添加を行った。 日本酒は税制上上流酒と同一の区分となり、純米酒より酒税が大幅に高くなるため、アメリカ合衆国へ輸出される日本酒の多くが純米酒となっている。製酒を海外で作る取り組みは、明治時代にハワイに移住した日本人が行って以来の歴史がある。現代においては地理的表示の規制により、日本酒を名乗ることはできないが、各国での酒作りは、 以下のような状況である。この他メキシコ、オーストラリア、ニュージーランドで各一社が酒造りをしている。チロリ商材は、酒器を、三照酒を飲む時や供する時に用いられる道具。酒を作るために用いる道具。ほとんどが神道系で、神社や祠である。日本全国に酒に関する神社は40社近くあり、全部で55以上の神が祀られる。中には、 工事や仕込み蜜などを祀る対象を特化する神社もある。日本においてはヨーロッパのバッカス、中国の渡航のように酒飲みの神として特定できる神様はいないと言われている。祀られている主な神々、編集興味深いことに日本酒に関する神社は千葉県から福岡県の間だけに位置するという。中でも京都と奈良に集中している主な神社。 編集大宮神社奈良県桜井市。酒の神として、大物主神、高橋勝日命が建て祀られている。三輪明神とも、松尾大社京都市。醸造の神として信仰され、お酒の資料館も併設されている。譲るは、神社な大里の古社。梅宮大社京都市。出雲大社島根県出雲市。助江神社島根県出雲市。島根県が開発した。 坂前助公金の名称由来ともなった。日吉大社滋賀県大津市。助木場神社京都府京田辺市。助木場渡るまめ神と、助木場渡るまめ神がを祀る。坪上神社奈良市。助木場渡るまめ神と、助木場渡るまめ神を祀る。坂見神社愛知県一宮市。助木場渡るまめ神と、助木場渡るまめ神を祀る。五坂戸神三重県伊勢市。 祭人は、社名と同じ御坂戸神。神社以外、編集母大山省略寺ならし、かつて僧帽子を作っていた中心的な寺院であった。初めて聖書がここで醸造されたという伝承があり、日本聖書発祥の地の石踏みが立つ。醸造醸造学、それに類する学科を持つ大学、及び、発光工学も参照日本史の醸造技術については、各、蔵元で工夫。 継承される以外に日本で最初に醸造科学科を設立した東京農業大学などで研究、教育が行われている。地酒どころとして知られる新潟県は都道府県立研究機関では唯一日本酒を専門とする醸造試験場を持つ。同県にある国立の新潟大学は県と酒造組合と連携協定を結び、2018年に日本酒学センターを設立。 さらには音楽をモデルに、日本酒の製造技術だけでなく、流通など、経済的側面や、心身の健康への影響、歴史、文化、芸術との関わりを学際的に研究する、全国組織、日本酒学研究会発足を主導し、学会への移行を目指している。ありがとうございます。